ございます。おはようございます。いつまでパチンコの話してるんですか。すいませんでした。じゃあこの後9時からみんなで夕飯に並びます。おーし、この間取ったら整理券。そうね、両番取れそうやね。みんなでバルブレイブ打ちます。バルブレイブ。あの今日山、おっちゃんの山作業しようと思ってたんですけど、はい、あいにくの雨で、うん、あと 1,2 時間で止むらしいので、それまでできることを家でしようかな。なるほど。昨日こうたくんとこうちゃんと一生懸命打ち合わせして、ただいまこうちゃんが遅れてやってきました。おはようございます。おはようございます。今桜が咲いてるので、小玉さんが昨日 LINE で、うん、花見ができますよってことで、花見しようと思って、うん、桜周りの草刈りをまずしようと思ってたんです。はい、雨だからまあできないけど、うん、で草刈りして、こうたくんが弁当を作ると、弁当とお酒を準備すると言ってました。だから今から家でちょっと料理して、うん、お弁当作ろうかなと。で作業は前回終わりに話したあのわさび園の水路を作ろうと思ってます。はい、昨日徳ちゃんと下見に行ってきました。はい、お壁がこれわさび園ね、ここから水が落ちてきてますね。はい、で計画は石にアンカー打ったら簡単なんだけど、はい、せっかくおっちゃんが作った石にアンカー打つのは良くないなってことで、うん、なんかここら辺にこう石がボコボコしてるやん、うん、この石に90画の板をピューッと引っ掛けて置く感じにして、でこっちもちょっと段差があるこんな感じか、ここに置く、うん、でここが8メーター20あったのかな、うん、ここを継がないといけないんです、はい、柱をこんな感じで、まあ、柱を継いでまた石にこう引っ掛けてこんな感じで、こう引っ掛けて、でこの上にこんな四角い枠を作って水が入ってこっちに落ちるみたいな仕組みを作ろうと思ってたんですけど、この継ぐのを今雨のうちに倉庫で加工をしようかなと。なるほど。で2時間後ぐらい雨が止んだら持って行ってやろうかなと思ってます。はい、よし、はい、20カップ持ってきますよ。はい、ちょーくん、自分から当たりきたもん。9メーター繋げていいかもね。現地で長さ決めていいかもね。よし、ここかね。ここか。ちょーくんも自分から当たりきた。そう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 。8メーター20ぐらいやったもんね。あ、車はみんなに見てほしいな。せっかくみんな、そうね、この前してもらったけど。中？中もそうやけど。そうね、車。見てよ、見てよ、恭平くん見てできたよ。翔くんはもう見らんでよか。こんな感じでできました。見せてよ。翔くんはダメって。翔くんはダメ。それいつの間にか晴れた時に見せたかったね。塗装がベターってな。ダメで中を見せた。中も見て、こんな感じだね。ショック見て、見てショック見て。そう、これ手作りよ、このマット。いいよ、いいよ、いいよ。これ手作りよ、これも。なんでこっちチラチラ。これ、引っ張ったドアになった。エアガンの時にファブルみたいなのつけとったさ、うん、徳ちゃんが、うん、それ切った。これ、ね、タッカーやっぱ弱くて、真ん中のちぎれる。ちぎれた？ビスレル取ったの。こうなの紐？見せたい。あ、もう上げてみた。あ、いや、これ上げる。これ上げるためだ。ほら。ああ。小物も増えとる。ちょっと奥見て。あの、キッチンペーパーとかね、もういっぱい入れたっけ、あの。昨日ね、それでね、一日終わったっけ。何に使うのかな、キッチンペーパーを。いや、もうね。なんでここに、これ輪ゴの手できた。ボンボンボンなっとる。だって昨日、俺、家帰ってきた時さ、キムのそのパソコンに向かって、なんじゃ、麻雀ゲームしよったけど。電気までちょっと。すんどいやん。以上です。ありがとうございます。はい、あとめっちゃ久しぶりに、うん、なんじゃ来ました。久しぶりやね。転勤になったやろ。そうです、そうです。近くなりました。転勤で10分ぐらいのところに、うん、もう1時間以上が10分ぐらいに。半年ぶりぐらいじゃない。旅先来ました。なんかあと2人ぐらい覚えてますか。だって小麦くんにだ、あ、じゃあ小玉さんに誰って言われた。久々に会ってね。わからんかった。初めましてって言われたかな。あと2人ぐらい料理班に。今日は何の料理？あんね。
花見でお弁当したいんだけど、うん、こんなオードブルのあるやん、あのプラスチックのあれを買ってきて、いろいろ乗せたいけど、まずキッチンカーの唐揚げ、うん、で昨日こうちゃんが買いに行ってくれたけど、うん、あの江口鮮魚店のエビフライと、あと1個ハンバーグ、煮込みハンバーグ作ろうかなと思って、は作る。作るのはハンバーグだけにして、オードブルンドにあとはエビフライ揚げるだけとかボンボン乗せていって、おにぎり、エビフライはあれも買ってきた、揚げるだけ、揚げるだけの状態でこうちゃんが買ってきてくれた、うん、料理できる人、うん、メンバーやろうな、うん、じゃあ行きましょうと気分に行ってもらうかな、料理班をお願いして、お願いします。で加工をしてる間みんな見学ハンバーグ甘いやつですか。ハンバーグ、いやもう任せますよ、剣に回ったらよかせことかな、ハンバーグ、じゃあ各班ちょっとこれ加工に関して画像欲しい人携帯開けてください。昔の言うけどこうちゃん iPhone ってだけの人だ、なんでなんで、いやこうちゃんどっかで肉の加工しようと思ったらこうちゃんで出ていいんだけど、このまんまいいと思います。あこの寸法のものを加工するそうそうそうで残りのメンバーはエアドロップすら使い切らん、エアドロップ使い切らん、ふぬけたちエアドロップすら使い切らん、こうちゃんはどうや、こういう事情、こうちゃんは何かしらけど使い切らん、何かしらじゃない、ちゃんとトライの社員でおるけんじゃん、こうちゃんってこっから見たらこうちゃん見えんときさこうちゃんの名前が出てきてさあれなんか肉加工すって言ったけどタバコ吸う、タバコ吸うかみんなでまずタバコで愛してからすタバコを愛してからねこんだけでよかね、加工4カ所だけやね、そう考えたら、うん、あのクッキングシートか、うん、クッキングシートか、うん、半透明の、そう、あれ合わせてさ書いてさメスの方にこうしたらちょうどなりそうよね持ってきようかな好きね好きねでもちょっと本当にうまくいくかもしれんけど、ですね、見てみよう一旦泳がせて泳がせてじゃあ腰見てくれ、はい、あれじゃなかこんな感じか、じゃあ加工班お願いします、はい、あ、洗車シート班うまくいくかな、あくね、でもそれが一番いいね、あくね、じゃあ加工班お願いします、あ、石井さん遅刻9時には待ちきれて9時には待ちきれてじゃあ言い訳は聞こうか、言い訳8時にハウス、うん、山に直接行く人は9時、うん、は9時に行こうかなと、うん、それでユーザーから降りたくて網山までハウスで作業です、うん、急いで行く、またまたって準備してきました遅刻ってことになった遅刻じゃないのにではないです、謝りをしたそれさ普通に書いたから早か、うん、この後どうやってあのメスの方に移すんやろ、一応最後まで見てみよう、うんね、面白そうやけ、うん、想像もできない方法でするんだろうな、蚊とかを殺すさ、うん、虫を殺す青い強い光はさ、うん、バチーンですじゃなくて、うん、これで映ると映るやつ映るんすかそれ、それ知らないそれ、えマジで多分ねこうちゃん嫉妬、プリンターみたいなさ、うん、こんなやつにその青いやつの入っとさ、へ押してさバチーンってプリントごっこ、プリントごっこなんか聞いたことある、年賀状のやつね、はいはい、年賀状、はいはい、年賀状青い光でバチーンですもんね、へしたら映るさ、多分まだお園地あったやなかろうか、ありそう、年賀状作ってみよう、だって胸落ち50年前の時計もあっけんね、うん、この前直しむねおくん CM 出といやまだむねおくん CM 出といよほら、あ、女で出とった出とった1930年前はほら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 バチンってなった、あ、わかるかもビャーってね、じゃあ明太子こっち3人キョトンとしとんねじゃあ明太子のシャワーが俺言葉は聞いたことあった、シャワーはダメよ、ね、だっけビジュアルが出てこんもんね今ね、プリントごっこってね、あかけはよく帰ってライトばガチャってあんた待っとったよ、あそれでは
はい、はい、料理班仕込んでいきたいと思いますが、はい、8割方食材がありません。まだ煮込みハンバーグの具材もありませんから、はい、今翔くんと幸太くんに買いに行ってもらってます。その間に僕たちはできるものを作っていきます。はい、今お米炊き始めたので炊いたらおにぎりを作ります。はい、じゃあ油を準備しますかね。エビの絵を揚げときますか。あ、揚げる、うん、もう揚げちゃう。まあ、どうせ冷えるけど、うん、そうだね。はい、と直樹さん、シャウエッセンをいっぱい焼いてください。 OK、任せろ。はい、じゃあ、これ煮込みハンバーグの汁、汁を作ろうかな。この鍋に作ればいいんじゃないですか。この鍋に、はい、その中にバーン入れちゃう。そう、これ肉結構かわいいだって今日何による10汁も足りん。10酒、醤油、みりんでいくと、あの、いや、ケチャップとか全然足りない。もうこんくらいぐらいまでひたひたにして、もうあとは肉をこう、肉と玉ねぎがなんかこう下のペッ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 て、きな粉もペッ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 て入れて、まずはケチャップ。あ、いやあ、でもケチャップ1本ぐらいにしとこうかな。なんか酸っぱくなるですもんね。はい、みんなが無視するみんなが無視する。ワインも入れます。昔を入れた。大丈夫ですか、みんな。ワインアレルギーじゃないですか。ない。あースターポスター。あー、これでとりあえずいろいろ混ぜて味を見て、ちょっとずつ増やして調整していこうかなと思います。砂糖ありがとう。よし、今日何人おる？大体12、3人。いやいや、13、3、4ぐらい落ちちゃう。てことは最低15はハンバーグ作った方がいいってことだね。そうね。しかも煮込みハンバーグもなんかでっかいの、うん、作るとこの量だったら崩れそうですよね。だけどそこそこのこんくらいぐらいの量で作った方がいい。そう、コロコロしてね。ワイン全部入れます。水入れていいよね、煮込みハンバーグ。あんまりこいいと思う。とにかくね、余る。ちょっと足りんなぐらいが一番変な空気になるから。うんうん。そこをね、今回はあの、ウインナーでかわいい。あと、唐揚げもあるしね。うん。だね。甘い。いっぱいあったらジンキング喜ぶけどね。油こっちにもちょっと入れて。うれしい。ナイス。甘いけどうまい煮込みハンバーグになりそうな気がする。このエビフライは江口選挙店さん高かったよ。何、こんなもん。こんなコンソメを指で砕いて入れる。うまそう。いい感じね。やっぱシャウエッセンよ。うん、ね、なんだかんだね。それでは江口鮮魚店さんのエビフライ揚げていきます。余熱が完了します。もういいでしょう。怖い怖い怖い、これめちゃ入ってる。怖い、水が入ってる。エビフリア、おーしょしょしょし、オッケー。ウィンナーで味見、はい、本当にシャウエッセンか。うん、シャウエッセン。この江口鮮魚店さんのこのエビフライのあるもあるけど、この前カキフライももらったんですよ。美味しかった。あ、エビフリア上がりました。うまそう、ほら、はい、ほら美味しそう。ちょっと揚げすぎじゃないか。そうなの、俺ちょっと揚げすぎぐらいが揚げ物好きやけど、じゃあ俺好みに焼き立てていただきます。うまそう。はい、玉ねぎ入れてください。はい、玉ねぎ入れます。はい、もう玉ねぎ大量でいいです。はい、はい、グツグツと。最初炒めた方が良かったのかな。まあいった、どうせ火通すかな。はい、エビフライ上がりました。それではご飯が炊けたんで、これしたいかな。これ俺ちょっとね、密かなね夢というか願望があってね、
すんごいこれを入れた濃いおにぎりが食いたい。ああね、美味しい。いつもね、まあ薄くはないですけど、うん、濃かったら美味しいだろうな。うん。ちっちゃい頃とかね、なんかこうおにぎり選ぶときにさ、ちょっとこいつがいっぱいの、うん、濃いめのやつはちょっと取ってしまう。ペンちょっとね、やってみるかと。やってみようかなと思いますけども、これはね、娘がいい。いや、やったことあるけど、ね。うん。どうやった？娘がよかった。そう本当に答え出たね。ほんまかい。塩辛いんですもの。そうね。結構味ついとってね。だから大さじ山盛り5入れやんってね、これ、うん、まだいって良さそうね。まだいっていいと思う、うん、俺も思う、ね。いいねー、濃い濃いやねー。濃いやな、そんな多分使い切ると思う。入れて。リッチー。あ、でもうまそう。うん、美味しそうじゃん。このくらい濃いとうまそうやねー。うん、ちょうど良さそうね。熱っ。じゃあちょっと冷やします。おい。熱いよ、しゃれなめの曲。ちょっとちっちゃかった。あ、いけるいける。あっつ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 。でももうあのそのやけどレベルではない。猫舌の人はこう舌の使い方が下手なだけで、こう手の使い方が上手やけど、うん、もういけるけど。熱さを感じる前にね。はい、おすびちゃん。おうまそう。うわ、なんかもうちっちゃめ、ちっちゃめ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。